眠い。結婚していいよ。結婚していいよ。化粧水塗ったばっかだからベタベタ。なんかパックしたら逆に乾燥するんだよね、ルナって。眠いですね、今日も。今日はまあ朝早かったから本当に朝だね。私朝苦手なので本当に朝苦手なんです。早すぎて無理。上半期ね、やばい。涙袋あるから。あるから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんばんは。こんばんは。ちゃんと櫛あるんですよ。今日はもう眠すぎてベッドの上、布団の上で配信してる。ソファーに座る元気もなかった。ドラえもん見てて、もうちょっとで11時だから配信するかと思って布団の上だから気づいちゃった。こんばんは。もちもちっていうかベタベタ。おっつー。これなんか書き合わせ気に入って書いたら配信始まった。え、嘘。じゃあそれも後で見とくね、今いるけど。今日も帰れ、してるよ。1年の半分ね、早くないですか。びっくりしちゃう。よく起きれたよね。ひな鳥飲んだら目が覚めた。マジ？マジでマジで。マジでマジで。起きるんだね、あれって。YouTube 見てない。全然見てない。アーカイブなさそうだったから。100回目ありがとう。全然見てないんだよ。来い！してるよー。やっほー、近い。声出てたでしょ、 MC。 あ、お花だるま出てたっしょ。29時やめて。え、もうマジでコンタクト取ったら一瞬で寝る、本当に。12時まで配信できないと思う、眠すぎて。多分途中で終わるとか言って盛り上がってね、話しちゃうんだよね。まあ、それは置いといて。でも状況的に、おやすみメール届いた？まだ届いてないですか？去年の今頃何してたんだろう？覚えてないです。覚えてないですね。7月でしょ。遊んでた、青春してました。それな、健康的になりました。ドラえもんネットフリでね、ドラえもんを永遠見続けてる。もう次へ次へ次へみたいな、一生見てるドラえもん。やばい、東京グールより見てる最近。本当にダメだと思う。はじめまして。結婚していいよ。最近本当にドラえもんやばいんだよね。でもレナ的にはクレヨンしんちゃんの方が好きなんだよね。なんかドラえもんは勉強って感じがちょっとしちゃう。なんか今見てるやつだったら、なんかあのなんか太平、なんかのび太くんがなんかアメリカまで歩いていきたいんだみたいな言って、でなんかわかんない、そんな話。適当。かっこよかった、本当にありがとう。チャイラブ盛り上がったね。めっちゃ間違っちゃったけど、多分めっちゃ眠い。今日やばい本当に。でもね、今日はなんかちまちま寝たんだよね。そのなんかリハ終わってから本番まで時間があったから寝て、寝たけどココハに起こされて、てから自主練しようと思ったんだけど、自主レッスン場の横にあるソファで1時間ぐらい爆睡した。お気に入りなの、なんかレナ。そう、ダンスのところの横にあるソファ
があるんだけど、そこで思いっきり寝てて、そしたらマネージャーさんが来て、マネージャーさんに起こされました。そう、そしたらなんか踊ってた、制服の目とかこうこうやってピーとかやって踊ってて、なんかそれにつぼってってた。結婚式いいよ。寝そう、それ送ったから先寝るねってか言いそう。うん、メール来た、結構早いじゃん。23年終わったら昨日でも終わらす予定だったのに、もう半年終わった。そうだよ、やばい。てか何その予定聞いてない聞いてない、謎の予定立ってるんだけど。え聞いてないよそんな予定おかしいおかしい。知ってたんだ。後ろめちゃくちゃ人いたね、詰まってた、なんか山のように。昼夜逆転治りそう、足の怖いもすぐに寝たら治りそうですね。のび太くんずっと寝てる。のび太ちょっとバカでイラつく何してんの、のびのび太って思う。そうけどね、ちゃんとおとなしく寝よ、ドラえもん話しながら寝落ちはしないねまだか、メール来てる、来てる人も いれば、なんか場所によってね、来てないとか来てるとかあるんですって。ペンライトもいっぱいみんな分かった。毎回詐欺やもん詐欺だね、確かに。オーディションの申し込み日とか知らないんだよね。知らない、それを目指して受けてないから。そうなんだよね、いつなんだろう、全然知らない。何はあるの、え今はなんか600何本か500、800、わかんない見てるそれぐらいの。半目ね、半目、半目のやつ言わない方がいいの、メールのやつ。まあいっか、写真のこと。7月後半からオーディションだったんだ。写真メールまだ来てないの、ダメじゃんドラえもんね、なんかドラえもんね、なんかね、勉強なのあれ、あれちょっと勉強でやだ今回はなんかどこでもドアで北極に逃げてた、南極か北極に逃げてた、ジャイアンから逃げるみたいなって感じでの話だった。チャイラブよかった、石橋言われてた、ごめん、ちょっと NG ワードだったかも。カメラの解説さ、本当に鉄な、確かにあれだね、チャイラブ緊張した。え、なんか事前に緊張しない割に舞台に出たらなんか案外みんながいて緊張しちゃって笑えなかった。緊張して泣きそうになって笑えなかった。泣きそうは嘘だけど27月中にショールームだったんだ、知らなかったうん大切、かわいいしてるよお弁当、なんか白ご飯以外は食べた、ちゃんと。頭痛、目覚めた。レナもだ、レナもみんなと話してたよね、目覚めちゃう。だから今日は布団の上で配信しようと思ってここでやってんの、目覚めちゃうよねのび太マジイラつくから何してんのって。もう寝ます、でもちゃんとちゃんと寝落ちしてる、カクンってなってる。うん、よかったメール来て。確かに、のび太しっかり者やだね。下手上手多め、どっちが欲しいなるんだっけ。え、でも上手もいたよ、上手もいったよ、頭曲か上手が多かったかな、ビューティフルまでは。あ、参加はまだ、もう下手だ。あ、違う違う、えあれってどっち、あ、下手か、後半曲が上手だ。後ね、ね、前半ね、下手多めだったよね。そうなの、そうなの。でも後半は神手だった、コナジャンとパレオだけだっけ、あとなんだっけ、
だね。あ、2曲だけだったね。よく考えたら2曲だけかな、多分。わかんないけど多分2曲。詩人が半分神手寄りだった。どういしてるよ皆さん、やっほー。ゆきゆきですね。年齢制、あ、年齢制かれなは前回の時がないって聞いてたから今回もないんだろうなって思ってたんだけど、あったらしい。私の時ドラムがドラえもん丸書いてちゃうんでしょ。歌あるから書けるよ簡単にね。ドラえもんは教養。衣装デニムなのあれ。やっほー、デニム生地的な。だでも重いスカートってえって思うじゃん。ドラえもんにね、レナもね、勉強要素なんてないと思って見始めたら本当にめっちゃ勉強要素しかない。マジ。あとなんか人間関係みたいな、なんか子供用みたいな、なんかこれはしちゃダメなんだよみたいな、なんかのび太ダメでしょみたいなとか、なんかドラえもんがのび太くん僕に頼らないでやってみるんだみたいな、すごいじゃないかのび太くんできたじゃないかみたいな、なんかそういう話とかあった。なんか子供向けだなと思って、そう客観的に見てる。え、フェス後の写真やばいでしょ。あれやばくない？汗、汗やばいでしょ。髪の毛もボサボサだし、湿気、湿気だね。湿気なかったらもうちょいねマシだと思うんだけど。あれね、ステージめちゃくちゃ滑んの。お疲れ様、ありがとう。寝落ちかくかくって、つにじと手つないでないんだよね。あのなんか今日ステージ出るときはあのなんだっけ、詩人のあれで入るじゃん。幕がないからさ、しかも最初レナ棒立ちしてたよね。おばあちゃん終わる前にあやばい両足立ちじゃんと思って焦った。結婚して、いいよー。声裏返ったまあこれもねありってことで最初は下手、そんなイラつかないよだけど何してんだろうなぐらい大げさだった上手ってどっちだ、左手か。リアルテルテルいっぱいいて嬉しかったすごい。なんか最初はなんかステージ出る前になんかみんなで私が晴れ女、私が晴れ女みたいになってたけど、ステージ行った瞬間リアルテルテルいて、あ、もう私のおかげじゃないです、あなたたちですって思ったひどすぎ、ひどすぎアイドルひどいねレナって。不思議と目が本当に、え、やさやさだね。やさ退場はね最後だったね。あ、あったね、なんかテント、白じゃなかったグレーだったんだ。あれ結婚していいよいや丸とか丸かけるし普通に。こだわり強いから、なんか小学校の時とかさ、人の顔とかってさ、だいたいめっちゃ丸く描くじゃん。そう、なんかこういうやつじゃなくて、だいたい小学校低学年とか保育園の時ってさ、人の顔とかでも丸ってめっちゃ綺麗な丸描くじゃん。その丸とか毎回消しゴムで消してたよ、下手だからかな一発で描けなかった。お疲れ様、ありがとう。眠い、眠いよ。ビューティーフォーだったね、確かに。それも下手だった気がする。下手だよね。そう、友情学んでんの。そう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 、友情も学んでるし、なんか大陸のこととかな学んでた。アンキパン欲しいって思ったことないな。食パン1枚食べれないあのまま。ジャムの、ジャムとか乗っけてもいいの？アンキできる？ジャムつけてもできるか。ね、ゆいになってる。テロップ？違うね。メールか。マジで？漢字使った覚えがあったんだけど。子供向けだから、かきれなは客観的に見てるんだよ。ちょうどよくない？客観的に見てんの。だから、言ったじゃん、さっき。客観的に見てるって。聞こえして。よー、おっつー。
詩人ジャンプ、詩人いいよね、詩人スタートいいよね、パレオ終わりもいいよね。でも合わせ1日だけだったの、前日の。なんか多分みんなはなんか結構 2,3 日連続とかでリハあるんだろうなっていう感じで、なんかトーク会とかもやってきてたの。なんかフェスのやつとか大変じゃないみたいな、たくさんあるんでしょみたいな感じだったんだけど、みんなとお話、あのトーク会の時とかは本当にマジで一曲もやってないレベルで、詩人とかも立ち位置違うじゃん、振りもね。だから一曲もやってないから何も言えなかった、あーみたいな振り入れ終わってたけど、曲はね知ってたけど何もやってないんだよなーとか思って、大丈夫かなあれなーみたいな無事終わってよかったですね、裏話ドラえもんに出てくるドラ焼きって本当に美味しそうに見えるの、あんまり好きじゃないんだけど、めっちゃドラえもんが食べてたらなんかね美味しそうに見える。え、本当にそれな、マジで全員怪我なく終えることができて本当にそれが良かったよね。友達ちゃんがずっと揺れてこと揺れてたって何何それ、え、揺れてたって何、怖い怖い、だってどういう何揺れなのそれは、おもろすぎじゃん、緊張してる感じだったうん、リアルてるてるいたそう、なんかレナってね、ココとココハに挟まれる時が結構ねあるんだよね、いつか忘れたけど前もあった。リアルてるてるダメか、 NG ワードだったうん、晴れてよかった、晴れてはないけど止んでよかった。なんかレナの予想は本当にめちゃくちゃ雨が降ってて、みんながカッパ着てて怖い、こけそうで怖いみたいな感じだと思ったんだけど感じだと思ったんだけど、みんなカッパじゃなかったみんなカッパだったら笑っちゃいそうとかずっと言ってたんだけど、カッパじゃなかったぞみんながと思ってね。って感じ、見た時に限って間違えてた言わないで子供レナじゃないよ、ちびレナじゃないよだるね、早いね、こないだ年明けたんだけど、本当にやばい本当にやばい、早い、3日しか経ってないよまだ年明けて当たり前のように嘘をつく。こなちゃん楽しい、飛んでみせて、その存在気づかせてよの振りはちょっと苦戦なんだけど、みんなで苦戦した、まあ、その難しいっていうか忘れちゃうよねみたいなでも練習本当になんだろう、3回とか2回ぐらいしかしてない。1回はみんなと合わせで、もう1回は合わせ前に自分で1日踊ったぐらいで、マジで焦ってた、本当に本当にやばいと思って、うん、それな元気になってるから、え、なんかパレオのさイントロ始まった時にさ、なんかそれだーみたいな言ってた人いなかったそれだーって何期待に応えられたということか、それだーみたいな、それなんだーみたいな言ってなかった笑っちゃってさそれなんだみたいに言ってたよ。7曲大変だったけど、でも全部やったこと、まあ、全部っていうかやったことあった曲が多かったから、まだまだ全然いけましたね、全然セーフだった。カキさん可愛かった、嬉しい、今日も可愛かったよ、ありがとう。リハは朝は立ち位置とバンザイヴィーナスを曲でやった。リハでなんかみんなすっぴんでボサボサでバンザイヴィーナスを1曲
あのリハの時にやったんだけど、リハの時からいてくれた人とかいたんだけど、みんな拍手してた、すっぴんとかボサボサのレナたちに。パンマンザリーナ揃ったT シャツね、目立ってた、ちょっと良かった。確かに、いや全然忙しくなかったよ。あの時何もやってなかった。みんなと話してる時はフェスとか本当に何もやってなかった。他のことで頭がいっぱいで。そう、うん、どら焼きめっちゃ丸いよね。ぷっくりしてる。どら焼き美味しいよ。怒られちゃう、どら焼き好きな人に。じゃあ柿レナがまたどら焼き美味しそうに食べてみるね。鬼滅なの今日、後で見よう。いや、これヤンキーやん。死ぬ。マジで何それ、ダッサ自分。うんうんね、え、公園でも、公園でもヤンキーしてる。本当に本当に本当にみんな本当に揃ってよかったよね、出演メンバー。風本当に多かったからね。雨やんだよ、前じゃなくてマジ。え、降ってた、小雨だったのかな。やんでた、完全完全やんではないのかな。まあ、でも大雨ではなかったよね。ステージめっちゃ滑るね。ずっと配信見てた。いいじゃん、サボれるならホワイトですね、いいと思います。大丈夫そうね。明日の制服の夢楽しみですね。でもちょっと声が出ないからね。まあ全然治ったからマジセーフ。頭痛い、湿気でマジでやられすぎてやばい。え、なんか帰りのタクシーでなんか湿気でマジでやばい、本当にマジ頭痛くてマジ吐きそうになってて、こんなのチーンってなってて、でなんか湿気やばくなかったみたいに言ったら、ココミンが調べてくれて、今日湿気 90% だってみたいに言ってて、あ死んだ終わったチーンってなってた。今日事務所で寝て治った。うん、喉、え、全然大丈夫。なんかの残ってる感じ、声出ないのが長引いてるだけで、咳も本当に別にそんなにめっちゃ出ないし、喉も全然痛くないし、熱もないし、だるさもない、なんか長引く系のやつ。え、待って、どこどこ遅れた。いや、あるんだよ、あった、どっかあったんだよね、1個か2個ぐらいあった。あ、遅れちゃったみたいな、忘れちゃったみたいな。どこだっけ、パレオかな、上手側、下手、上手側か、あったよな。3ヶ月、え、やばい、まだ3日、え、まだ体感3日のところなの。コメント、みんな今日テンション上がってコメント多いね。え、5000円のリンコードとかあるの。マジですご、天才じゃん。けど着なくてよかったね。いや、着た方がよかったのかな。振りコピー、あ、確かに確かに、サビとかね、踊りやすいよね。うん、そう、パレオの時ね、マジビビった、それなんだーみたいな叫んでて、あ、これなんだーみたいな。マジで面白い。いあ、やば、レナがケーキ作ってもう半年経ったの、えぐいね。パレオ優勝だった。それなあみたいな、ね、リハから見てくれてたよね。すげえ時間いなかった。レナたちは楽屋で待機だったけど、みんなは外なわけじゃん。あの距離だとって何。ごめん、聞きに18回制服の向こうへ自転車みたい。あ、そうなんだ、へえ、すごーい。
そうなんだ、すごい数えてくれてんの天才。湧いてたよね、声出たの、やば、天才やん。フェス生かけるのだったんだ、どうだった？出てきた時は、あの詩人だから別に笑わなかったかも。え、わかんない1曲目知ってたじゃん。そうだから、みんな気づいてた人はいたかもだけど、軽い熱中症だった本当に。知りかげる、何それ、ドラえもんの道具偏頭痛ってかやばいよね、頭痛いもん普通に。8時間寝な寝て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 ください。やったー、今日は寝れる日いつもは寂しい夜を越えて、一人で越えて朝に寝るんですけど、今日は寂しい夜を迎えずにこのまま寝れそうですね。いい夜だいい夜ですね明日もね、頑張りましょうね。頑張りますよ。やっちまったって顔してたってことは配信で映ってたってこと、終わった。でも2回、待って、どこで盛大に忘れてた、待って待って、2曲目、どこ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 だっけ、2曲目、チャイラブでしょ、チャイラブ飛んだよ、あれだ、チャ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 ーンだ、わかる、あそこあそこでしょ、一列になってチャ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 ーンで、自由でチャイムはラブソングの、あの自由の振りのところじゃない。でもあそこあんまりジャンプしないよね。でもわかんないバルが見たかったのか。待って、粉じゃん、手伸ばす、どこだっけ、粉じゃんでしょ、じゃーん、全然覚えてないやば、恥ずかしい、自分が気づいてないとこ爆笑されてるとかやばい。リハめっちゃ見てたみんな。でもリハだからさ、場当たりしてる時とかもうさ下向いてるしさ踊ってないし、番号にただただね移動しているだけだから。で先生と話す時は、ここって 2.5 でいいですかとか、これマイクつけるからさだから待ってるみんなはなんかマイクで 2.5 でいいですかみたいな、やる気のない確認の業務連絡みたいなさそれを聞いてて、なのに拍手をしてくれましたね、リハ終わり。みんなすごいよね、7時間目にやばい、すご、気合がないと無理だね。ケーキ作るね、またケーキ作るわ、いつか。じゃリベンジ、リベンジ、リベンジするね、リベンジするね、また。前回のね、クリスマスケーキだっけ、クリスマスケーキ失敗しちゃったから、成功、見た目は成功したんだけど、ちょっと中はね失敗しちゃったの。だからちょっとまたね、ちょっとまたね、あのね、やりますねあ、おいしみる、なんか分かれてきてるのかな。あ、シリカーゲルって乾燥剤なんだ、へえ。なんかね、ドラえもんのやつでね、なんか影をなんか切り離すみたいな、いや、あの道具があったんだよ、それに似てた。たっぷりでありがとう。寂しい夜なのいつもね。キアの夢見たの、どんな夢だった？今日もずっとココミとイチャついてた。ココハとずっと言い合いしてた。ココハとずっと言い合いしてた。可愛いんですよね。そう、明日もなんですよ、やばいってやばいって、
録画できるんだ。え、確認して。どこか言って、また言って言って。振りなのかな、わかんない。半目とぶれてる写真。ああメールね。あれかと思った、 YouTube 見てるスクショかと思った。え、フリーだよ、あそこは。みんなと違うとか言わないで、フリーなんだけど。フリー、フリーの場所みんなと違くていいの。いろいろ笑ったとこあった。マジでこっちは恥ずかしいわ。立ってないよ、布団に座ってる。ちゃんと座っております。私の制服の声も行きます。展示だけ頑張って。マジでそれな、本当にやばい、大変すぎて。まあでも公演は慣れてるからあれだけど、フェスはなんかちょっとね。しかもなんか場所がもうちょっと狭いかと思って。いや、わかんない、どうなんだろう。なんかリハの時に番号を全部覚え直しとかしてて、レッスン場の番号とリハの時の番号が違くて、そうで、なんか結構覚え直したんですよ。まあそんなに3個3、4個だけど。なんだけどね、だからびっくりした。なんか最近家の中で変な音鳴るんだよね、人が入ってくるような玄関の音、ガチャみたいな。動線でここ見て思いっきりぶつかった。ここ見と謝り合った、その後。え、どこだろう、レナ、どこで間違ったんだっけ。どっかめっちゃはっって顔した覚えはある。はっって、みんな覚えてるんだ、膨らんでないスポンジ。いや、味は大丈夫なんだよ。待って、ケーキ作れるんですかとか言われてる。バレンタインで作る予定だった板チョコは兵庫で買ったのね。兵庫で5枚買って、で名古屋に帰ってきたじゃん。で兵庫にあるっていう話をして、また兵庫に帰ったら作るねって言ってたじゃん。持って帰ってこなきゃこっちにとか言ってたでしょ。んで、また兵庫に帰ったらお兄ちゃんが食べてた。お兄ちゃんと弟が食べてた。2番目のお兄ちゃんは甘いもの食べないんだけど、板チョコとかチョコがめっちゃ好きで、まあ、弟甘いもの食べるから、で、なんか2人でめっちゃ食べてて、えぇ、ー、みたいな。冷蔵庫開いて、よし、なんか作ろっかなと思って開いて、あ、生チョコあるじゃん、な、5枚中なんか2、3枚は残ってたんだけど、見たときになんか、えみたいな、向かって叫んだ。誰が食べたの。そしたらなんか、え、食べたあかんやつやったん、食べていいやつかと思ってた、いや別にいいけどみたいな、食べていいけど、だから結局食べられてた。だから、だからプライベートでも何も作らず、配信でも何も作らず終わった、そのまま。ゴミの取り合いしてました。ゴミの取り合い。事務所でご飯食べたよ。でもなんかマネージャーさんも言ってたけど、こういうなんかフェスとかの次の日の公演が一番なんか気合はあるけど、確かにって感じ。いや、めっちゃ下にいるんだって、カメラマンの人が。こうね、下にいるんですよ。ここだよ。で、だからこう映ってるでしょ。ここ。ここからね。ここがステージだとするじゃん、この壇上が。こう、私が踊ってます。こっから。こっから撮ってんの。下から。
YouTube スクショできた。なんか画質があれっぽいかなと思ってみんな。ある曲のラスト書き入れ遅れてたね。あれだ、サンカワじゃない？サンカワの最後のポーズでしょ絶対。じゃんじゃんちゃちゃんじゃんでしょ。音聞こえなくてやばいと思って、めっちゃ遅れたと思った。下手どっちだっけ、右か。うん、ユアとビームだった。そう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 、ユアがカメラに映ってなかったらしくて、ソロ詩人の下手側のね、一人目の。そうそうなの、そう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 。でなんか悲しいって言ってた。でもビームは映ってたみたいで、めちゃくちゃ可愛かったのに。なんで半目かブレブレでもいいよ、レナって半目だから。アンチじゃないよ半目は、別に半目で投稿してもアンチじゃないからいいよ。まあ嫌だよね、あげる方が半目あげるのかわいそうだなってなるよね。うん、配信で映ってないけどコールは岩だったってことね。だからなんでだろうって感じか。台湾なのこれって。そうそうそう、覚え直しみたいな感じだった。映画館あるよねあそこ。劇場と変更。いつも覚えてる番号は劇場以外では使わないよ。劇場以外の番号じゃない番号でちゃんと今回も覚えてるから、外イベントだから。それはやばいよね、劇場の番号だったらやりやすすぎだよね、外の会場で考えてくれすぎだね相手が。顔が見えんかった、首元までってこと。そんなことある？え、怖いよね最近ね。なんかこの間寝てて、普通に夜にあの電気を消してもう寝る準備をして普通に布団に入ってて、でね、なんかガチャみたいな、わかる、玄関のガチャって音が聞こえて、え、終わった殺されると思ったんだけど何もなくて、何の音みたいな、わかんないんだよね何の音か、わかんない。最近それがたまにあんの、なんだろうね、湿気の時期みたいな、そういうこと、それか。それなテンション高くて寝てないしまだ。ね、食べられちゃった、おやすみなさい。4人兄弟、自分入れて。そうだよ、なんかね、いちごの柿の種はね、レナしか食べなかった、かわいそうじゃん、お母さん食べてあげないと。レナも本当ああいう系のお土産って食べないんだけど、お母さんのセンスもあんまり良くないよねなんか家族が食べない系のものを買ってくるからさ、しかもなんか4袋 もう5袋も買ってきて、まだあるんじゃない、わかんないけど。いや別に食べられてもいいなと思って確認したから、別に食べられててもよかったんだけどね。怪我ね、そうそうそう、下アングルでもいい感じだった、スクショめちゃしためっちゃしたけど残念だった。めっちゃ真下だったよ本当に。だってさ、あ、歌いながらさ、カメラマンさんいるなーっていう角度があるじゃん、ここら辺にいるなーじゃなくているなーみたいな、ここやっほーみたいな真下ってか本当 下からすぎて、マジですごかったですね。日中ね活動してないとダメなんだよ、そうなんだよマジで、そうなんか本当にそう、なんか昼から活動しても夜寝れない、昼前に寝てたら当たり前か。それは参加はね、
え、走ってはない。最後のじゃじゃんだよね。じゃん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 じゃじゃのじゃじゃが遅れた。なんか音聞こえなかったっていうか、なんか自分でこれぐらいで鳴るだろうなってタイミングと音が思いっきりずれてた。やばい、やっちゃったと思って。半目はいいけど脱水してきしてくんのはアンチだね。脱水はちょっときつい。さすがに脱水はきついね。うん、洗濯とかはまだいいじゃん。洗濯は可愛いよね。まだ脱水はきついよね。対番なんだ。全然合ってないけど。半目じゃなくて完全に目を閉じてる方が多いのってことは瞬きが多いのかな。いや、半目でも瞬きが多いってことか。いや、どうなんだろう。瞬き多いのかな。笑ったら目がなくなるから。でもそれだったら目閉じてること少ないよね。まだ分かんない。いや、違うの。どこかの部屋とか隣の人じゃなくて、普通にそこで鳴ってる音、普通にそこでガチャって鳴ってる音がするの。分かんない。よく分かんないですね。いろいろありますよ、お化けにも。でも絶対幽霊物件ではないから、分かんない。何の音だろう。ガスとか、ガスの音、ガス切れる音とか、ガチャーみたいな。家の隣でお化けいる。いるけど最近見ない。最近っていうか見ない、見なくなったね。え、この家引っ越して金縛りになったこと1回ぐらいしかないかも。まだそんなない。だから大丈夫だよ。めっちゃ寝やすいよ。だからね、全然大丈夫。疲れで音聞こえないよ。音聞こえてたよ、疲れで。引きのカメラもあったけどね。ローアングルすぎてマジでさ、マジで本当になんかちょっとええー、みたいな。本当に、あ、ここ見てもハートね。万歳ミーナス。うん、近かったね、ステージにも。喉いた、かき、頭いた。待って、なんで知ってるの。やばいって言ってんの、やばい。待って、バレてて無理。めっちゃね、間違っちゃったの今日全体的に。だから目があった近くの人に、なんかやばい、めっちゃ間違ったみたいな言ったの、終わってすぐに。やばいって言っちゃったのね。見られてた。え、見てる人いますよね。そら脱水懐かしくないから。またきおいしく。目つむって、つぶってじゃないの。え、なんでレナって、え、ちょっとどう、みんなさ、ちょっとじゃ今から意識してさ、あの配信見てみてよ。レナのまばたきとかが多いか。気にされたらいっぱいまばたきしちゃう。気にされたらとか言って、誰も気にしてないと思うけど。なんでだろうね。別にドライアイとかじゃないよ。完全に目を閉じてる時が多い。あー、なんでだろう。頭めっちゃ揺らしてんの、あれな。なんで、何それ。ね、ちょっとね、ビビるよね。万歳皆様あげてたね。そこから先がちょっとね、もうまばた終わりか。目閉じちゃってて、合っていると言っていいのか。
話してるか言って、確かに寄ってきそう、それはそう。なんか霊感ある人ってあるらしい、霊も気づくみたいに言うじゃん、この人はなんか気づいてくれてるんだみたいな、だから集まりやすいみたいな言うよね、よく。いや、え、1回ぐらいあるよ。え、金縛りとか本当になんかあれらしい、みんな案外ならないらしくて、本当にね、小学校の時とかマジ毎日なりすぎて、本当に小学生ながら調べたからね、携帯で金縛りすぐ解ける方法みたいな、もうならない方法とか無理なの、毎日なるから。ならない方法とかも分かんなくて、まあ今日もなるだろうなと思って、でも怖いじゃん金縛りって、毎日あったとしても怖いでしょ、動かないんだから、ストレスたまるじゃん、喋れないし動けないし。で、なんか調べたら、なんかあの指先とかから動かせばいいみたいな、だからレナは人差し指に力をギューって入れて解除してる、解除解除って感じで明るくなって寝るけどさ、その明るくなるまでの夜が別に怖くはないけど寂しいやん、寝てないからずっと起きとうから。ドラえもんと共にね、夜をね過ごすという悲しい人なんですよ。え、お祓いしたら音しなくなった、いやいやそれは事故物件ですよ事故物件ですね、きっと。はい、事故物件だと思いますそれは最近隣人見ないっていうか、隣人と会ったことない、隣隣人の人も会ったことない、隣隣隣隣人の人も会ったことない。実家では金縛りになるの、あ、でもなんかお母さんと寝てるときは部屋が違うねんけど、お母さんの寝室で向こう帰ったらいつも寝るねんけど、こっちに布団持ってきてるからやねんけど、自分の部屋でベッドで寝てた時は金縛りになってたけど、なんか構造的になんかレナの部屋が家の中の角部屋やねんけど、そこが鬼門らしくて、だからなんか変な音とか鳴ったりするらしい。え、マジで、え、思い出したんやけど、自分で今自分の部屋で寝とう時のあのゴーストの仕業を思い出したんやけどさ、テーマ曲流してみるわ。マジ何それ、頑張ってください。え、あの今思い出したんやけどさ、あの何やったっけ、自分のな部屋で寝とう時にほんまに一回あのエアコンが普通にあの夜にベッドで寝てて、エアコンがほんまにマジで外れてこの足元に落ちてくるんかぐらいの音が鳴ったわけ、バーキーンみたいな、バーンみたいなバッバーンってなってってなって、けどそれもゴーストの仕業なんよ。え、やばくない、普通めっちゃ怖ない。でなんかそ急にそなんか急にそれじゃなくて、その前からもずっとずっとなんかもういろんな音が聞こえとってん、ずっと、もうなんかずっともうずっとなんか音がない状態がないぐらい、パチカキンみたいな、わかる、そうなんかラッポ音的なのも聞こえるし、なんか外からなんかドンドンみたいなドンっていう音も聞こえるし、なんか庭でなんか誰かが遊んどるような音も聞こえるしみたいな、マジ夜中の2時とか3時に。だからなんか鬼門はマジで鬼門ほんまにやめといた方がいいと思う、部屋やるの。普通はなんか鬼門の場所にトイレを置いたりお風呂を置くみたいな、水場をするらしいねんけど、なんかレナの部屋を立てて、勝てねえじゃん別にレナお化けに。なのにお父さんとお母さんはレナの部屋を鬼門部屋にしてきましたひどくない、ひどいですね、強制寂しちゃったもらう、意外とマジ見られてて恥ずかしい。
幽霊換気なしに金縛り起きそう。え、どうなんやろ。確かに疲れてる時金縛り起きるよな。ディズニーの帰り、ディズニーから帰って寝る時は絶対金縛り起きる。なんでレナってこんなに目つぶるんやろ。それマジでみんなに言われる。ほんまにみんなに言われる。明日特にカメラに映った時も目こんなんで歌おう。あ、女の子の第六感とかマーイハウスとかマーイハウス。ちょっと怖くやってみよう。優しいから幽霊も来んの。関係ないじゃん絶対。その悲しみは俺だよ。怖っ怖っ。本当にそうじゃん。生き量怖い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 。人間が一番怖いってこういうことか。体が寝てる状態ねえ、わかんないね。でも金縛りってやばくないの。目つぶってるはずなのにさ、景色見えるじゃん部屋の。わかんない。え、金縛りマジであの全員なるものかと思ってたの。なんか夢を見るみたいなそういうやつかと思ってて知らなくて。でなんか同級生になんか最近金縛りマジでやばいんよなみたいな言った時に、金縛りって何みたいな、え、体動かんくなるやつやんみたいな、寝とうときにみたいな言ったら、え、そんなん怖いみたいな、何それみたいな、え、怖い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 みたいな。怖い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 ってなったわけですよね。私もこっちの方が怖いですよね。そんなの確かに。ちっちゃい頃はお母さんって呼びたいけどさ、そうそう声出えへんからな。テレビや映画みたいな霊はいないからね。いるよ、いるから、いるよ、たまにいるの。だってレナがねずっとね家の横の敷地で見てた幽霊はね、髪の長い女の人だった。白い服着てる。え、レナもわかんない。そのいないと思うじゃんレナも。あ、音とかさ気とかって言うやん霊感の人って。それもわかるけど、なんか人なんだよね。でも女の人 100% これは人なの。白い服着た髪の長い女の人なの。でも怖い感じしないんだよね。ずっと立ってんの電気の横に。いや、あの人は絶対幽霊なんだよ。でも人なんだよね。あれ本当なのこれ。いるんですよ幽霊みたいな、あれテレビや映画みたいな人。けど見なくなった。人に話したら人に話したらね見なくなった。見なくなったんだよね。猫ってなんか一生さ見つめてるよね。どっか眠いんじゃない。レナも眠い時どこか分かんないとこぼーってしてるから。分かんないけど。え、マジね思い出した今、マジでエアコン怖すぎて本当にマジやばいんだ。バーンみたいな音してやばいエアコン落ちたって思って、そしたら普通にただのラップ音。めっちゃ怖くない。爆音だからね本当に。バーン。って感じだからマジで。あ、ファイトありがとう。ディズニーの帰りは絶対にね。やばい、レナがコメント読むの遅いのに毎回みんなコメントやってくれるからもう飛ばすね。もう飛ばすね。みんながもうそのなんかあれの話と、なんだっけ、金縛りの話第1弾のコメントをレナが読んで、第2弾の返答をまた今読んでる。で、あの目の目つぶりすぎ問題の第1弾もさっき来て、第2弾のコメントを今読んでる。マジおもろい。それな。ちょマジでね、あのレナの写真をスクショしてくれる人本当にマジで素材を探すの本当に大変だと思う。だってなんかあの
あの公園入ってなくて今日は DMM だよみたいな人とかいるんだけど、なんかあのね、そうなんか限りなをねスクショするときとか、あのもうなんかあもうギリこれなんだみたいな、これしかないんだみたいな写真とかたまにあるもん。あもう多分これはもうここしかあのいいとこないんだみたいな、これ以上いいとこはきっとないし、これがもう一番目を開いてる数枚なんだみたいな思ってる。そこを多分ね探してスクショしてくれてるんだと思うんだけど会社行かないとダメだって体動かなくなるの、それゴーストのせいだね多分この縛りマジめっちゃなっちゃうんだよね本当に。あビビる、怖いよね、怖い金縛りってマジで。でもなるの分かるくない、うわ金縛り来る、うわー動かないみたいな萌やじゃない人、人なの、白い服着た人、マジ人背中になんか乗ってもらえ、乗ってないか。えでもなんか背中とかとかなんかあれそつそれつゆのとかわかんないけど、たまに危ない人とかいる、この人あんまりなんか仲良くしちゃいけない人だなみたいなとか、気は合うけどなんか仲良くしちゃダメだなとかたまに思う、人に対しても思うようになってきた、大きくなってきてそれが霊感かどうかは分かんないけど怖いよねみんな怖がってる、ガチいるんだよね本当にマジいるんだよね、案外いるんだよね。えでもなんか目合ってないの、それなんか例えばさ、ここ、こうレナが前見て歩くとするじゃん、家の玄関の方にね向かって、よし家に入るぞ、ここにいるの、ここあ今日もいるなみたいな、けどこうじゃないの、目合ってないからレナの目で見てるわけじゃないんだよ、でも 100% ここにいて、髪が長くて白い服を着て電柱の横に立ってる女の人なの100% ね。でも怖いんだよね、怖くないけど別によくわかんない、第六感ってやつだね、女の子の女の子の第六感、ちゃちゃちゃん、0.1 秒の時にスクショ撮ってんのに全部あれか、何話そう、マジいつもギリギリ奇跡の一枚やばい、奇跡の一枚がもう底辺すぎてさ、本当にマジでおもろいんだけど、気持ちいいよー誰のせいたまにね、でもたまに本当にたまにしかいない、今まで1人か2人ぐらいこの人は一緒にいたらあの気が落ちちゃうなみたいな、たまに本当にたまにしかわかんない、もっといるのかもしれないけど気づけない、たまにしか結構してよーん、300枚スクショして9枚なの生き残り、死ぬ、なんで、え、なんでそんなに目閉じてんの、やだやだやだね、やだね進めてくる系じゃないよ別に誰がついてくる、レナの生き量怖いよねマジ、気持ちよいるんだよね、なんかわかんない、第六感ですね、お化けの第六感です、わかんないよ、同期にいるかもよ
言えないよね、同期にいてもそれは正直言えないけどね。でもそんなやばいやばいって人は本当にマジで一人か二人だけど、なんかあーあーあーって人は結構いる、出会ってあまり一緒にいないでおこうみたいな。あーぐらいはいる。いやーたまにあーはいる。うん、笑ったら見えなくなる、それもあるんだよね多分。笑いしないで、ヒューヒュー。握手会とかはあんまり見ないかな、そういう感じで。なんか友達とか、友達になっていく過程でああってなる人はいるけど、でも別に仲良くするし性格めっちゃ合うけどなーとかもある。上半期でしたね今日まで。あと6分で下半期に突入。かきれんにあんまいないかも、あんまいないね、気づけないかも。生きて、あこの人やばいわみたいな人とか、そんなすぐ気づけないね。友達になっていく過程みたいな、何回か来たから来てたらわかるかもね。握手していくうちに、あどうするレナが、あ何回か握手、レナの何回かさ握手してさ、急にレナがあめっちゃ嫌じゃないそんなの。めっちゃ嫌だよね。おもろ、どうする、みんなレナが、レナが言ったら。うわあ嫌すぎでしょそんな、怖いよね。いや言われたらやばいよ。ゴースト日えごい、なんで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 よ。いや言わなかったらまずもう気にしないじゃん、気づけないからさって感じじゃない。スタッフさんもビビるね、ああ言ってるんだけど何言ってんの、言わないよ。言わない言わない、そういうことは言わない、みんなには。友達とかにも言わないよ、ちゃんと普通に友達として接するから言わないですね、あんまり人に、人に言わない、家族とかにも言わないかも。たまに話す、お母さんもね霊感ちょっとってかあるんだよね。笑った方がいい。やばい、除霊系じゃないんだよね、でもなんかわかる。除霊してください、握手して、やっほー、除霊してください。怖、あんまり親しくしないっていうか、一緒にいる時間を長くしない、長時間にしないっていうか、ずっと一緒にいるようにしない感じかな。なんか映らないようにって感じ、イメージ的に、わかんないけど。レノの中では映る、映る系、何なんか気持ちっていうか、なんかわかんないの、なんか感覚があるんだよね、なんかね。でも別に仲いいの。いいんだけど、よくわかんない、自分でも、自分でもね、どこまでそう、わかんない、あんまり。全く霊感ないわけではないよねぐらい、でも本当にちょっとしかないと思う、何も気づかないもん、案外。
住所読み上げられるんだ。お祓い行ったら。お祓い行ったけど、何怖い怖い怖い、なんで行ったの。レナの生き霊飛ばし。いや本当に重そうな人は来ないでしょ、アイドルの握手会は。本当に重そうな人はアイドルの握手会来ないから、大丈夫だよ。絶対大丈夫だよ、絶対来ないよそんなの。ビビるわそんなにいたら。そう、風邪ひいてるからうつるなみたいな。つれなぁ、ガチ恋すねらしてつる。どういうこと。意味がすぎる。お疲れ。いないよね絶対そんなの。なんかつぼるわ。明日も頑張ろうね。みんなはと楽しみますね。お、また明日ね。おお。おやすみ。あ、こじらせてか。すねらしたのかと思った。おやすみなさい。みんな今日も楽しかったよ。今日も楽しい配信だった。おやすみ、おやすみ。ぽいちゃん、今ありがとう。ちびれなじゃないよ。はーい、しんありがとう、お疲れ様。ごめんなきゃありがとう。しまんきもよろしくね。明日なんかあるの。せいこだめだよ。おやすみ、お疲れ、おぜん、バイバイ、バイ、ありがとう。ありがとう。おやすみ。あー、仕事よろしくする。おやすみ、行くせいって、あしゃぶん行く。ありがとう。おやすみ。ありがとう、みんな。